江東区の木場に来てるのだ。木場阿波市下町探偵の源さんです。木場橋という橋がある。わかりやすいね、木場橋で。木場橋のほとりのここのねビルなんだけど、ここのビルにこれ面白いんだよ。これね、アースギャラリーってところに来ました。ちょっとそこをじっくりと見て、いろいろ面白い話があるんで、それについて今日は語ってみるのだ。これなんかの会社か工場かみたいな感じだよね。今日はね、アートに触れながらまったりと交流する会ってのやってるんだけど、ここが入り口ね。普通の入り口だよね。普通でしょ。ところが入ってみるとこんな感じ、ちょっと渋い感じ。プロジェクターつけてやるっていう作業になるので、ちょっと待ってくださいね。ちょっと一回つけます。よろしくお願いします。はい、そうで、今日はその今年最後の78回目で、あと交流会なので、この後、まあそこもちょっと置いときながら、ちょっと楽しく、あとフードもあるのかな、ちょっとあるんで、ちょっとせっかくまだ話してない人たちもいると思うので、ちょっとこう交流していただければと。それでちょっと、20分ぐらいしたら、今日ちょっとパフォーマンスがちょっとやろうかなと思ってるんで、それも見た後に、それを見ていただきたいと思うので、そこまで帰らないでいただければ嬉しいです。はい、こんな感じですか。はい、ありがとうございます。なんかね、なんつったらいいんだろうね、一応ギャラリーなんだけど、水場っていうか、ちょっといい感じでしょ。で、こっからの席、この席いいよね。下よく見えて。で、裏の隠れ家的スペース。ほら、なんつうのかね、書斎っぽくない？ここでちょっと、みんなのとは喋れないような、ちょっと、こみった話をしたりなんかしてね。で、まあ話を終わるとまた向こうへ出てって、こんな感じになってます。うん、でね、ここね、本当にね、いい感じの場所なんだけど、何が今回私が言いたいかっつうと、このいい場所なんだけど、意外とね、ここでアートのイベントは何度かやってるみたいなんだけど、意外とね、人に知られてない。なので、ここをみんなもっともっと使ってもらう、もっともっとこの場所を皆さんに知っていただきたいなって私は思ってるのだよ。うん、いい場所だからね、どんどん使っていかないともったいないと思うよ。ただね、なんとなくイメージは隠れ家なんで、隠れ家だからね、あんまり大っぴらにみんないろいろやっちゃうっていうのもね、
ちょっと違うは違うんだけどね。ここなんだ。こういうちょっとしたあれがいいよね。なんとかうまく言えないけど。なんかトイレもおしゃれそうだよね。こっちはトイレ。トイレじゃなかったかな。楽屋でしたね。トイレはこっちじゃない。トイレは意外とね、こういうとこおしゃれだからね。まあトイレしてないんだよきっと。あった、ここだ。トイレ入ります。バーカウント、バーカウントもかっこいいでしょ。なんかおしゃれでしょ。いい感じだと思わない？僕はね、そう、ここは知ってますよ、うん、この会に来たの初めて。これからちょっとした、演奏が始まるのだ。いいよね。本当かっこいいと思うね、ここ。まだリハーサルなんだけどね。Oh.
アンコールくれよこせThank you.